どうも、イットです。今回ですね、昨日ついに公開の始まりました。こちらの映画、劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸、こちらをですね、私昨日仕事帰り公開初日に見てまいりましたので、そちらの正直な感想っていうのをなるべくネタバレなしで、まだね、見たことないよ、この先にどうだったって方にもね、分かりやすいように話していきたいなというふうに思います。で、私のチャンネルですね、普段映画の感想っていうのはもう最速レビューしてるんですね。公開初日の朝一に見て、最速で感想動画を上げるってことをやってたんですけども、ついにですね、私自身社会人になってしまったということで、まあ一日遅れになってしまったんですけども、感想ですね、お届けしていきたいなというふうに思います。で、この名探偵コナンのこの映画っていうのは2年越しなんですね。根性のフィストっていうのは2019年に公開されてまして、その際はね、京極くんっていう、まあ、空手家ね、もう最強の空手家、そして怪盗キッドなんか活躍する、まあ、素晴らしい映画あったわけなんですけども、まあ、本当はこのヒーロー弾丸っていうのは2020年に公開される予定でした。まあ、昨年ですよね。なんですけど、まあ、某ウイルスのね、猛威を振るってるということで、まあ、今回ですね、昨日ついに公開が始まったということで、私自身もコナン大好きですよね。もちろん、まあ、いろんなアニメ、まあ、なんか部屋を見ていただければね、わかる通り、まあ、オタクなんですけれども、まあでもコナンも大好きということで見てきました。で、正直な感想ですね、話していきますけれども、まあ率直に、もう単刀直に言ってしまいますけれども、最高でしたね。もう2年間待ったコナンがついにやってきたと、劇場版に。もうね、笑いあり、涙あり、もうキャラの魅力も溢れて、今回ミステリー要素もあって、最高だったなと。いうの思いました。もうね、100億いってほしい。興行収入ですね。名探偵コナンっていうのは、もともと興行収入10億ぐらいから始まったんですけども、もう、毎年やってるのに、どんどん右肩上がりで伸びていってると、ゼロの執行人をやったとこから、ついにね、90億円。興行収入90億を突破して、まあ、前作、根性のミストでは最高の興行収入、93.7 億かな、突破して、大人気映画なわけなんですけども、今回はついに100億いってほしいと、行かせるぞというね、意気込みを持っております。という感じですね。まあ、もともとベタ褒めをするだけの動画の予定だったわけなんですけれども、まあ、僕が、まあ、見終わった後に、まあ、すごかった、めちゃくちゃ面白かったコナン、僕今まで、まあ、もちろんね、純国のナイトメアとか、ゼロの執行人とかね、まあ、昨年もね、根性のフィストとか、まあ、素晴らしい敵のね、まあ、純国のナイトメアは僕が一番好きかな、最近だと、っていう感じなんですけれども、もう、それに負けないぞと、むしろそれを上回る、この2年間、この貯めてきた僕らの、この期待値を大幅に上回ってくる、そんな素晴らしい敵だというふうに思ったわけなんですけれども、まあ、タイトルとかね、サムネを見ていただければ分かったかなと思います。微妙だと。名探偵コナンヒーロー弾丸最新の映画、2年も待ったのに微妙だという声があったみたいなんですよね。まあ、僕自身、まあ喜び、もう感動ですよ。ツイッターね、まあ大体みんな、まあ賛否両論とかいつ、みんな、まあ大体参照してます。最高だった、コナン待ってた、ようやく2年待った、映画来たってね、もう皆さん盛り上がってるだろうと思いまして、僕もツイッター見させていただきました。まあヒーロー弾丸とね、打ち込んでみてたわけですよ、今回のタイトル。そしたらヒーロー弾丸、そのサジェストに、微妙って出てきたんですね。最初の一番上ですよ。ヒーロー弾丸って言って微妙。まあ、今ね、撮ってる時点、昨日の夜ということで、まあ、10時頃なんですけれども、微妙って出てきたんですよ。サジェスト。と思って。あれ、僕、見る目おかしかったかなと思って。いや、素晴らしかったですよ。もう素晴らしかったと思います。もうネタバレなしで言うとしたらもう素晴らしいんですけど、まあ、コナンっていうのはね、別に桜堂とか言うわけじゃない。桜もいつも安定してるし、まあ、主題歌って、まあ、東京事変さんっていう、もう今回ね、もう素晴らしい主題歌ですよ。もう、本当にいい主題歌を歌ってくださってて、まあ、ゲスト声優ね、浜辺みなみさんっていうね、まあ、石岡エリー役って、今すごい元気なキャラやってるんですけど、まあ、そういうのも出て、もう見どころしかなかったですね。しかも赤いファミリーが出てくるということで、微妙だという声があって、もう、本当に僕びっくりしましたし、やっぱ僕自身もアニメもうめちゃくちゃ見てます。そのワンクール、その一つのクールで20作品以上、僕も30作品ぐらいかな、見てて、もう1年だったらもう僕200作品から300作品ぐらい見てるので、もう本当に多分、まあいろんな作品見てきてるわけなんですよ。うん。で別にコナンひいきてるというかわけじゃなく、まあもちろん褒める気であったんですけれども、いや素晴らしかったと思いますよ。うん。で、微妙だって言ってる方の意見としては、やっぱりまあストーリー、まあミステリー、まあこの先の核となる推理要素がありきたりだとか、まあ、赤井さん、まあ、今回ね、ヒーローの弾丸ということで赤井一家がメインに描かれる、まあ、作品なわけなんですけども、そこね、なんかキャラの掘り下げが弱いとか、なんか衝撃の事実が出てこなかった。まあ、一回ね、異次元のスナイパーって時には、沖谷スバル、ちょっとこれネタバレ、もしかしたらネタバレになるかもしれないですけど、この映画のネタバレじゃないですけどね、沖谷スバルっていうキャラが赤井秀一だ、
赤い周知なんですよ。赤い周知ってもうめちゃくちゃね、まあ、かっこいい FBI 捜査官なんですけれども、まあ、その正体が異次元のスナイパーって映画でわかるみたいな、その衝撃技術が漫画でも明らかになってなくて、まあ、散々ネットでは騒がれてましたよ。その沖谷スバルイコール赤い周知だって言われてたんですけども、もうその正体は確実に明言されてない中で映画で了解とか言ってめちゃくちゃかっこいい声で初めて明かされるって時も衝撃でしたし、まあ、今回もだからこそそういうなんか衝撃技術があるんじゃないだろうかって思われてた方もいらっしゃったと思うんですよ。あの結論から言うと、まあ、そういうの別になんか話が大きく進むとかいう展開ではないです。いつも通りの名探偵コナンで映画です。うん。まあ、ちょっとこれネタバレかもしれないんですけど、もうなんかこれで失望してほしくないなと思って言わせていただきます。うん。で、まあ、そういう部分、まあ、ミステリーの要素の弱さ、まあ、ありきたりな展開、まあ、ありきたりな犯人、まあ、わかりやすかったっていう、僕はあんまわかんなかったですけども、まあ、わかりやすかったっていう声と、まあ、その、まあ、なんか思ったよりも話が進まないでも映画本当は進む。映画なんて普通話するわけないんですけれども、まあ衝撃な事実、異次元のスナイパーとかに作品があったので、そういう事実が出てこなかったっていう、まあ二つのところから、まあ微妙って言われてるみたいですね。まあ期待値、云々、もう抜きに、まあ多分大体の皆さんは、まあ2年待って、あのようやく来た映画でようやく見に行けるって言って見に行ったら微妙だったっていう感じだったと思うんですけれども、僕は最高でしたよ。もう期待値爆上げでいきましたよ、もちろん。もう、根性のミスト正直ね、京極さん最強、怪盗キッド最強で、まあ、名探偵コナンによくありがちなアクション映画ですよ。映画と、まあ、爆発シーンとか OK になるわけなので、まあ、爆発シーン満載、そしてアクション満載っていうのが根性のミストで、正直まあ、ミステリー要素、最後の推理要素って弱いなっていうのは思ってました。うん。でも、今回に関しては、その推理要素も良かったと思います。うん。最後のそのシリアスな描写とか、うん、まあ、ネタバレなんであんま言わないんですけど、そのアクションの部分、素晴らしかったなって思いますね。まあもういつも通りやっぱりその、な、派手な部分ってのあります。そのバトルシーンとかもね、あったりしたり、まあコナンの得意のね、あの、なんていうかスケボーでもめっちゃ走りまくるみたいな、お前人間じゃねえだろみたいなね。あの、というところはもちろんありますし、まあ別に突っ込みどころであるといえばあるんですけども、僕は肝心なミステリー要素ってすごい強いな、強い、今回はね、強いなって僕は全然不思議に思わなかったですし、コナンとしてしっかり描かれてる。その2時間の中で映画という枠を使ってうまくですね、事件を解決してくれてるなっていうのは僕はすごい、思ってます。うん。で、まあ、話が進まなかったっていうのは別に今映画だから僕は進むわけないと思ってますけども、その中で今回赤い一家っていう、まあ、赤いファミリーですね。まあ、赤い周一、ハネタ、周吉、メアリー、セラマスミっていう、その4人のキャラが非常にうめく描かれてる。まあ、もちろん他のキャラもね、まあ、ハイバラちゃんとかね、もうめちゃくちゃ魅力的に描かれてるんですけども、その中でやっぱ赤い周一、そしてハネタ、周吉がもう今回やばかったですね。うん。っていう出来で、もう微妙っていう要素はもう僕には一かけらもないですね。うん。もうですので、もう、僕の言葉を信じてください。もう僕もね、赤井さん100億の男になってほしいですし、僕は最高だと思ったんで、ぜひですね、劇場にも微妙だってサジェスト出てきたから、もうみんなやめようっていうのを、もうやめてください。それをやめてください。もう見ましょう。もう僕はもう大満足したので、もう全力でお勧めしたいですし、もちろんですね、まあ、コナンファンの方で2年越しに待って、まあ僕みたいな、そのすごいオタクの方もいらっしゃるでしょうし、まあ中にはね、子供の子とか、まあその、まあお年寄りの方とかもうすごい幅広い。誰でも楽しめるのはこのコナンって映画なんですよ。で、今回もちろんそういう出来になって、もう本当、まあ僕もね、ど田舎に住んでるわけなんですけども、映画が満席でしたし、もう老若男女、まあ子供はね、夜遅いのいないですけれども、まあ、学生からお年寄りの方までいて、やっぱコナンって全世代が誰でもどっから見ても楽しめるのはこのコナンなんだなっていうのを改めて僕は感じてたので、うん。まあそういう言葉にね、惑わされずに見てほしいなっていうのを思いますし、まあ正直やっぱり、微妙とは思わないでほしいなっていうのはあります。うん。で、やっぱこの作品、まあ、名探偵コナンの映画っていうのは、どうしてもやっぱアクションとか、まあ、そのキャラの掘り下げっていうところに重点を置いてる映画と僕は思ってます。まあ、正直、コナンってミステリー要素めっちゃ強いとか、そういう作品にはそもそもないと僕は思ってるので、やっぱそのアクションシーン、やっぱ映画、まあ、普段ね、アニメだと、その、まあ、協賛の、まあ、スポンサーとかの関係で爆破とかできないんですけども、そういう爆破とかね、ド派手な、まあ、演出っていうのもあったり、まあ、その中でキャラもね、まあ、掘り下げられないわけですよ。普段赤井さんをめっちゃとか、赤井一家をめっちゃ特集するみたいなできないわけなんですけども、映画ならできるということで、その辺はやっぱね、まあ、映画正直楽しんでほしい。ミステリー要素に、もうもちろん僕は良かったと思いますけれども、ミステリー要素に期待しすぎると、ダメな方も、多分、もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういった視点で、やっぱそのアクションを楽しむ、やっぱ派手な描写、そして赤井さんのかっこよさ、周吉くんのかっこよさ、まあ、ハイバラちゃんのね、もう可愛さ、そしてかっこよさ、もうコナンを全力でサポートする、素晴らしかったですよ、今回も。うん。っていうところを見て楽しんでいただけたらなっていうのを思います。まあ、僕からしたらもう100点な収まらないですね。120点満点です。まあ、エヴァとかもね、この T シャツ用に見に行ってましたし、鬼滅のエヴァとか、バイオレットエヴァーガーデン見に行ってましたけど、コナンはまた違った良さがね、あるんですよ。うん。やっぱ前世代が本当楽しめるなっていうのを僕は
すごい感じてますんで最後ちょっと情報遅くなったんですけれども、今回ですね、名探偵コナンヒーローの弾丸っていうのは、初見の方でも多分大丈夫だと思います。まあ、赤一家っていうね、まあ、正直結構話が進んだ段階のキャラたちが出てくるので、メアリーって今多分言っても誰って感じの方もいらっしゃると思うんですよ。で、なんか、まあ、正直に事前情報ないとちょっと気づい部分もあると思うんですけど、まあ、映画でももちろん解説ありますし、まあ、できればですね、まあ、その辺のネタバレなり、まあ、ちょっとね、まあ、その、沖谷スバルの正体とかね、羽田周吉ってどんな人とか、まあ、セラマスメタも分かるかな、うん、っていう、まあ、キャラのね、まあ、ある程度知っておくとより楽しめるのは間違いないのかなと思ってます。うん。まあ、ひとまず今回は、まあ、周一、赤井周一さんも僕大好きなんですけど、マジかっこよかったし、まあ、周吉がね、もう思いのほかもうめちゃくちゃ良かった。そして、灰原哀ちゃん。もう、最高ですよ。彼女がヒロイン。まあ、新一とくっついてほしいです。まあね、新一、コナン君はね、ランとくっついちゃってますけれども、まあ、僕は灰原ちゃんを全力で応援したいなというふうに思います。という感じですね、今回の動画は以上となります。まあね。もうぜひ100億いってほしいです。僕は赤井さんを100億の男にしたいと思ってますので、ぜひですね、皆さん協力の方よろしくお願いします。